米大リーグツインズ2から3ンエンゼルス7月22日日本時間23日ミネアポリスターゲットフィールドエンゼルスの大谷翔平投手が2番 DH で先発出場した敵地でのツインズ戦でクロスプレーの際にネクストバッターが本類に突入した走者のユニフォームを引っ張って持ち上げホームインを手助けするという異例の陳事が発生 きわどいプレー保守の落球を見逃さず冷静なジャッジを下した、球審の判断が賞賛される陰で生まれた珍しいシーンに実況が初めて見ましたと驚いた様子で話すと、視聴者からも触っていいの。笑い、肉体的援助してるな、奏者に別の選手が触っちゃダメじゃね。など反響が相次いだ。 先発の前田健太を援護したいツインズ打線は、2回に6番、ラーナチが、ヒットで出塁。さらに 1C1 塁から8番セレスティノが放った打球は、レフト線を破ってフェンスまで到達する。これを受けて、走者のラーナチは3塁を蹴って、全力疾走しかしエンゼルスの守備陣の素早い中継プレーもあって、 ラーナチとエンゼルスの保守、スタッシによるホームでのクロスプレーとなった。タイミングとしてはアウトだったものの、激しい工作の衝撃でフィールドに転がった両者を前に、球審が毅然と地面を指さすジェスチャーを見せると、判定が下されないまま数秒の間が空く形になった。その時、 ネクストバッターとして控えており、このプレーを間近で見ていたのがツインズの9番で、今年1月にエンゼルスからツインズに加入するまで大谷翔平と3年間チームメイトだったシモンズバッター。すると、事態を察知したシモンズは、うつ伏せで寝転がるラーナチのユニフォームを引っ張り上げ、体を浮かせるようにして、 ホームインを促すという大胆な行動に出る。ラーナチは慌てて右手でホームを狙うも、スタッシュの再タッチが一瞬早く、アウトの判定となった。一連のプレーの中でとっさにラーナチをアシストしたシモンズに対して、アベマで実況を務めた熊谷隆一アナウンサーが初めて見ましたと驚いた様子で話すと、 ファンからも、シモンズいかんでしょ、W、チンプレーだな W、ランナー補助してて草、引っ張ってる W といったツッコミが殺到。ルール上、ベースコーチが走者に触れて助けることは肉体的援助としてアウトとなるものの、ネクストバッターなど他の選手との接触は非常に珍しい事例のため、走者に、 別の選手が触っちゃダメじゃね。シモンズありなんかあれだブリュー、触っていいの。笑い、肉体的援助してるな、ネクストバッターが手を貸した時点でアウトなど、賛否の声が続出した。またスロー映像を見ると、最初のクロスプレーで、スタッシュは、ミットからボールをこぼしており。一方で、ラーナチもホームにタッチできていなかったため、 九神はこの時点でアウトをコールしなかったことが判明。このところエンゼルス戦ではたびたび誤神が取り沙汰されているものの、落球を見落とさなかった冷静なジャッジに対しては、よく見てたな。良い審判だね。審判ナイスプレーと賞賛のコメントが寄せられた。なお、この日の大谷翔平は第一打席が三振。 第2打席がセカンドゴロ。第3打席と第4打席も三振で良いところがなかった。一方の前田は大谷翔平との勝負には勝ったが、5回にメイフィールドに痛恨の散乱を被弾し、4体目を喫した大谷翔平。2試合連続の3三振にスランプは誰にでもある用語の声。 前田健太は、通婚散乱被弾で4敗目、米大、リーグ、ツインズ2からサンエンゼルス、7月22日、日本時間23日ミネアポリス、ターゲットフィールドエンゼルスの大谷翔平投手が、敵地で行われたツインズ戦に、2番 DH で、先発出場。4打数無安打で2試合連続の3三振を、喫したが、チームは、 連敗を三でストップした。また、大谷翔平と2年ぶり3度目の対決となった、ツインズの先発、前田健太投手は7回を投げて3失点。大谷翔平から2三振を奪うなど、安定感あるピッチングを披露したものの、5回に、痛恨の散乱を被弾して4敗目、4勝を喫した。後半戦に入った。 なかなか調子が上がらず、三振の数も増加している大谷翔平。注目を集めた前田との日本人対決の第1打席は、外角への90マイル、約144キロの直球に空振り三振。4回の第2打席は、外角低めを引っ掛けたセカンドゴロ。さらに5回の、 第3打席は低めに落ちる変化球を振らされて三振と、先輩メジャーリーガーの貫禄を見せつけられる格好となった。前田から2番手のコローンにスイッチした8回の第4打席も、内角高めの速球に振り遅れて三つ目の三振。大谷翔平は2試合連続での無安打、3三振。 さらにオールスター後の6試合は27打席で14、三振と不調が続いており、ファンからは心配の声や、スランプは誰にでもある、今は耐え時、大丈夫。上がってくるよ。といったエールが寄せられた。一方の前田は、大谷翔平を完璧に抑え込んだものの、2点リードの5回に、 エンゼルスの下位打線の連打から 1C1.3 塁のピンチを招く。迎えた9番メイフィールドに甘く入ったスライダーを捉えられ。打球はレフトスタンドに飛び込む逆転の3ラン。5回以外は球数をセーブしながら0を並べる投球だっただけに。あまりにも痛い失投になってしまった。 副平名フィールドの一発で逆転したエンゼルスは、先発、ヒギニーが7回に失点の力投を見せ、リリーフ陣を持ち前の剣手で支えて、ツインズに反撃を許さず、試合は2対3のままエンゼルスが勝利し、前田は7回3失点で、QS、クオリティスタートの基準を満たしながらも4敗目と、日本人対決は、 痛み分けの結果に終わった。次のオーディオビデオでお会いしましょう。